はようございます。5月9日月曜日の朝です。連休明けの朝は今にも雨が落ちてきそうな空です。さあちょっとずつ体を動かしていきましょう。では仰向けになってください。床に体を預けて楽に呼吸をしてください。体と床との接地面に気持ちを向けてください。右側と左側、その違いはありますか？頭を左右に傾けてください。どちらの方が滑らかに転がるでしょうか？では、適当なところで動きをやめて、左を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。そして手は、右手は体の上にそっと乗せてください。右足を体の真下に伸ばします。気をつけの姿勢のような方向に足を伸ばしてください。左膝は曲げたままです。ゆっくり優しく、かかとは床に置いたまま、つま先が天井を向いたり戻ったりしてください。ほんの小さな動きでいいので、つま先が天井を向いたり戻ったり、楽な範囲で繰り返してください。呼吸は止まっていませんか？では一旦その動きをやめて、今度は右のお尻が背中側の床に、お尻が近づいたり戻ったりしてください。床につけるまでやる必要はありません。お尻が床に近づいたり戻ったり、時々戻ったらゆっくり呼吸をして休んでください。そしてまたお尻が床に近づいたり戻ったり。何度かこの動きを繰り返したら、今度は右の肩を後ろに引いたり戻ったりしてください。右の肩が後ろ、楽に楽に、はい、では動きをやめて、
この体勢で呼吸を2、3回ゆっくりしてください。で、またつま先、かかとは床に置いたまま、つま先が天井を向いていったり戻ったり、最初に比べてこの動きどうですか？動き自体が大きくなったというのと、体全体がこの動きに協力しているでしょうか。では、仰向けになって休んでください。右側と左側を比べてください。床についている感じ、どちらが力が抜けている感じがするでしょうか。どちらが床にしっとりとついていますか。では逆を向いてください。右を下にして横になって、左足はまっすぐ足元の方に伸ばして、右膝は前方に曲げて床の上に置いてください。そして手はそっと、左手はそっと体の上に乗せて、左足のつま先が天井を向いたり戻ったり、戻るときにどっかの力でぐいっと戻るほどいかないでください。楽に戻れる範囲でつま先が天井を向いたり戻ったりしてください。何回かやったら、今度は左のお尻が床に近づいたり戻ったり、呼吸が止まっていませんか？お尻が床に一番近づいたところでストップしてください。そして肩、左の肩を前後に動かしてください。前後でしょうか、上下でしょうか。床に近づいたり、天井の方に動いたり、肩が動いてください。そしてまたゆっくりとお尻と肩が元の位置に戻ってください。そして膝と膝を合わせて横向きで何度かゆっくり呼吸をして休みます。左足をまっすぐ足元の方に伸ばして、つま先が天井を向いたり戻ったり、最初に比べてこの動きが楽に体全体が協力してこの動きができるようになったでしょうか。ではゆっくり動きをやめて仰向けになって休んでください。
床の上の体、呼吸をゆっくり楽にしてください。床と体の接地面、最初に比べてその床についている面積増えたでしょうか。右側と左側を比べた感じはどうでしょう。頭を左右に傾けてください。では動きをやめて起き上がってください。はい、つま先の動きが体全体に影響を与えるという動きをやっていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今日お仕事に出かける一歩の助けになればいいのですが、では元気にいってらっしゃい。